FIAGT1 世界選手権は、ステファン・ラテル・オーガニゼーションが主催し、国際自動車連盟が管轄する FIAGT カーによるレースの名称。2010年より開催されていたが2012年に FIAGT1 世界選手権としては終了した。翌年の2013年から FIAGT シリーズ、2014年からはブランパンスプリントシリーズとして開催されている。 2009年まで開催されていた FIAGT 選手権の後継大会として行われていた。また GT3 クラスの FIAGT3 ヨーロッパ選手権 GT4 ヨーロッピアンカップも閉催されることもある。2010年はマセラティ m c 1 2アストンマーティン d b r 9シボレーコルベット C6R ランボルギーニムルシエラゴ r GT フォード GT と 前年スポット参戦した日産 GT-R が本年より本格的に参戦を開始した。しかし GT1 規定のコスト増大によりエントラントの減少を招いたため2012年から GT1 の代わりに FIAGT3 規定車両を導入しシリーズは終了した。セッションは週末の金、ね、土日曜日の3日間で行われる。ただし アブダビーグランプリのみ、土日曜日の2日間で全セッションが行われる。60分のスケジュール内で行われる、ノックアウト方式予選。9-10時0時20分ファーストドライバーが出走。ラップタイム回4台がノックアウトされ、順位確定となる。残り14台のタイムはリセットされ、9-2には継承されない。7分間のインターバルが挟まる。 九2 0時27分0時42分セカンドドライバーが出走。ラップタイム回6台がノックアウトされ順位確定。残り8台のタイムは再びリセットされ、九3には継承されない。8分間のインターバルが挟まる。九3 0時50分1時ファーストドライバーが出走。最速ラップ順に予選レースのグリッドが確定する。六十分間で争われ。 決勝レースのグリッドを争う。1位から6位までにはチャンピオンシップポイントが贈与される。60分間で争われる。1位から10位までにチャンピオンシップポイントが贈与される。2011年度の日産 GT-R とアストン・マーティン各メーカーが1チームに2台ずつ供給するよう割り当てられている。マシンは2010万2011年は FIA GT-1 規格に 2012年は GT3 規格に適合したもので、かつシーズン前のテストでのタイム差等から性能差を確認し、バランスオブパフォーマンスと呼ばれる性能調整が施される。これによって各マシンの戦闘力をほぼ均一にし、迫力あるレースができるよう配慮されている。ドライバーは1台につき2名と規定されており、それぞれファーストドライバー、セカンドドライバーと呼称される。 ミシュランのワンメイク。レースウィーク中は6セットのタイヤが使用でき、前回イベントで使用したタイヤも使用することが可能。フレッシュタイヤは金曜日のセッションで2セット、日曜日のウォームアップ時に2セットの合計4セットが各マシンに供給される。予選レース、決勝レースとも4輪全てのタイヤ交換が義務付けられている。予選レース、決勝レースの順位に応じて、 サクセスバラストと呼ばれる、ウェイトハンデを追わなければならない。予選レースの結果が1位だったマシンには 10kg、2位には 5kg のバラストが加算される。逆に9位になると 5kg の減算、10位以下は 10kg の減算が施される。決勝レースにおいては、1位に 30kg、2位 20kg、3位 10kg、4位 5kg のバラスト加算。 6位からは減算になり、6位 5kg、7位 10kg、8位 20kg、9位以下 30kg のバラスト減算となる。なお、サクセスバラストは次回イベントにも引き継がれ、イベントごとやレースごとにリセットされることはない。予選レース、決勝レースともピットストップが義務付けられており、4輪のタイヤ交換とドライバー交代を必ずしなければならない。 一時間の耐久レースという性質上、ピットストップのタイミングが明確に規定されており、レーススタートから25分以降35分までの間にピットインしなければならない。日産 GT-R の場合 GT1 規定車両が6500万円なのに、対し GT3 規定車両はおよそ半額の3200万円である。FIAGT1 車両、2012年から、 世界選手権に参加できず、オートスポーツウェブ2011年12月8日閲覧。ありがとうございます。